西聡の質問コーナー。声優はどうですか？難しいですか？難しいけど、いろんな声出せるし、いろいろ普段自分では絶対に言わないセリフとかあるし、絶対にそんな言い方しないだろうみたいなこともできるから、違う自分を演じるっていうのは面白いかな。読書は好きですか？あなたの好きな本は何ですか？最近あまり読む時間はないけど、演技とかが好きだから、シェイクスピアとかね。シェイクスピア。あなたの好きなアニメは何ですか？コードギアス反逆のルルーシュ、ルルスミブリタニアザメージ。声優を始めたきっかけは何ですか？中学の頃にね、いい声だねって言われたの。それがきっかけかな。僕基本的にボソボソ喋るんだよね、普段ね。全然聞こえないの。とか、いいよね。それいいんじゃないかな。とかね。めっちゃ低い声で喋るんだけど、それがいい声だねって言われて、僕って、いい声なんだみたいな。きっかけなんてそんなもんさ。それで演劇部があった高校に入って、そっからがもう僕の芝居人生の始まりさ。そっから卒業して専門学校入って、その後今の事務所でもう今に至りますって感じかな。曲がりくねった道の先に。もしあなたが世界の誰かに会うことができたら誰に会いますか？超優しいお金持ちに会いたい。お金さえあれば大体のことできると思ってる。でも一番大切なのはお金じゃないとも思っている。あなたはいくつの声を出すことができますか？こんにちは。こんにちは。こんにちは。好きな食べ物は何ですか？焼きバーガー。めちゃくちゃ美味しいんだよ、本当に。ハンバーガー屋さんで絶対に照り焼き頼むの。全部美味しい。パフ。旅行した中で一番好きな場所はどこですか？唯一北海道にだけ修学旅行で行ったことがあるんだけど、めちゃくちゃ海鮮丼が美味しい。あなたが訪れたい場所はどこですか？行きたいところがないんだよね。唯一あるとしたら動物園とかに行きたいかな。あなたの好きな色は何ですか？黄色。めちゃくちゃ元気出るの、黄色って。好きな色によってなんか性格変わるみたいなの聞いたような気がする。昔は青とか紫とかね、そういう色が好きだったんだけど、ある時に自分の性格を変えようみたいなのを思った時があるの。それで、あ、今日からもう僕は黄色を好きになろうみたいな。そっから普通に黄色好きになっていったね。で、性格もちょっとずつ明るくなったかなって感じしますけど、どうですか皆さん。良い思い出は何ですか？専門学校の時に卒業公演っていうのがあるんだけど、2年生になってその1年間で1個の作品を作るみたいなのがある。それの本番が一番思い出に残っているかな。1年かけてやる作品ってまあないんだよね。舞台とかもたまに僕するんだけど、1年かけることはないよね。3ヶ月4ヶ月とかで1個の作品を作るんだけど、それが一番残ってるかな。記憶に思い出になったかなって感じ。現時点で一番好きな料理は何ですか？僕が作る料理の中でってことね。そうだな、オムライスかな。僕のオムライスは生クリーム入れるの。甘めが好きなのよね。あなたの好きな歌は何ですか？尾崎豊の I Love You。 めちゃくちゃいい曲。好きな歌詞もいるんだけど、東京ゲゲゲゲイさんね、めっちゃ好きなの。めっちゃかっこいいんだよ、ダンス踊るの。スキンケア、メイクアップルーティーンは何ですか？やったことないよ。汚くはないとは思っている。ニキビとかやっぱおでこ多いよね。今はないけどおでこに多いかな。ペットとして動物を飼うことができるならどの動物を選びますか？そうだな、肉食はちょっと嫌だよね、食べられちゃうから。ライオンとかね、パンダとかも可愛いけど飼ったら食べられるんでしょ、ちょっと嫌だよね。普通にね、ご家庭で飼える動物がいいよね。最近ね、めちゃくちゃ飼ってみたいんだけど、チンチラとかデグーっていうちょっと大きいネズミみたいなのがいるんだけど、ちょっと飼ってみたいんだよね。一人暮らしだと僕がいない間ってちょっと不安になるやん。不安になるんです。だからなかなか飼えないんだけどね。好きな飲み物は何ですか？モンスター。めちゃくちゃ飲む。1日1本までって決めてるけどね、1日1本はほぼほぼ飲んでるかな。エナジードリンクって飲みすぎたらダメだからね、みんなも気をつけてね。あなたの星座は何ですか？僕の星座は獅子座です。あなたの仕事の最も難しいところは何ですか？どこって言われたら困るよね。あんまパッと出ないよね。
チャポチャポ言ってるね、空気清浄機が。そうだな。同じことをもう一回してって言われた時が困るかな、一番。あ、さっきの良かった、もう一回みたいな。できない、できない、できない、みたいな。覚えてねっつうの。覚えてはいるけど、全く同じのって出ないんだよね。似たのは出るけど、ちょっと違うな、みたいな。ちょっと違うんだよ。自分の中でも分かってんの。あ、違うな、ちょっと、みたいな。さっきの良かったな、でももう一回、あー、みたいな。あるよね。これから挑戦してみたいことや、やってみたい役柄はありますか？挑戦してみたいことはめちゃくちゃあります。例えば、これまで演技の勉強しかしてこなかったんだけど、歌も勉強してみたいよね。歌と、なんでこの手？何の手これ？何の手？歌勉強してみたいでしょ？ダンスもしてみたい。楽器とかも弾いてみたい。あと編集も今自分で全部やってるから、もっと上手くなってみたい。あと絵もね、編集するときに挿絵とか欲しいときがあるの。だから絵も上手くなりたい。こんな感じかな。で、あとやってみたい役柄も何でもやってみたい役は。だいたいなんかちょっと優しめのね、役なの。でも、もうちょっとかっこいい役とかしてみたいよね。普段の自分じゃない役を演じるっていうのが一番面白いから。やっぱいろんな役やってみたいよね。ちょっとオラオラ系とかね。おい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 、ちょっと待てよ。ジャズは好き？ジャズは、まあ、好きかな。大体の音楽は好きになれると思っている。変な曲もたまにはあるけど、大体は好きかな。良い声優になる秘訣は何ですか？僕が思う良い声優って何だろうね。毎日練習をする人？毎日研究をする人？声のね、出し方だったり。そういう、毎日何かしている人？毎日すぐ前に突き進んでいく人たちがいい声優になったりするんじゃないかな。休みの日に一番やりたいことは何ですか？何かな？ずっと寝るかな？とりあえずずっと寝とくかなって感じかな。チーズは好きですか？好き。チーズだけ食べることはまあないけど。チーズバーガーとかも好きだしね。めちゃくちゃね、好きなチーズバーガーがあるんですわ。ロッテリアのね、チーズバーガーがあるんですけど。めちゃくちゃ美味しい。ロッテリアじゃないや。モスバーガーだ。あなたの身長は167。僕的にはもうちょっと欲しいんだけどね。僕が平均ぐらいだとは思っているんだけど、平均より多い方がいいよね。あと10センチぐらいはせめて欲しかったな。好きな映画は、チャーリーとチョコレート工場。めちゃくちゃ好きだった。からめちゃくちゃ見た。人生で一番見た映画かもしんない。歌覚えてるもん全部。楽しいんだよね、見てて。もう一個あるんですけど、グレムリンね。好きな漫画はありますか？一番最初に買ったのは、魔法先生ネギマっていう漫画なんだけど、簡単に説明すると、お子ちゃま魔法使いが先生のお話。くしゃみしたらね、魔法が暴走して服が飛んでいくの、みんなの。拍手をやって、で、みんなの服が飛んでいくの。あと、史上最強の弟子ケンイチっていう漫画があるんだけど、いじめられっ子がめちゃくちゃ強くなっていく話ね。おすすめ。カエルの好きなところは何ですか？カエルの好きなところか。どこだろう？顔？顔かな。あと、大きさがめっちゃちょうどいい。めっちゃ触り心地がいい。ずっと抱いていられるね。おすすめ。8年前にね、島村で買いました。どうしてあなたはそんなに美しいの？美しいか？ありがとう。あなたの好きなファッションブランドは何ですか？ないね。あんまりブランドにはこだわらないかな。好きな服買って、好きな服着てって感じかな。終わっちゃった。ね、終わりました。ということで、質問コーナーでした。ね、のんびり喋ったけど、こんなのでいいのかな？頑張れ、編集の僕。